はい、皆さんこんにちは。国際不動産エージェント鈴木でございます。今日は、これから輝く日本の地方都市シリーズ第4弾になりますが、まあ、これまで東京に近い場所の、を紹介してきたんですが、今回は一気に西日本に飛んで広島県尾道市を、取り上げたいと思います。尾道といえばですね、私が、今年4月ですね、ご縁があって尾道の古民家を、買わせていただいてですね、現在、まあ、主にサイクリスト用のですね、宿泊施設ということでですね、今改修工事をしているんですけど、まあ、そういうご縁もあって、まあ、ほぼ毎月のようにですね、はい、あの足を運んでいるところです。はい、で尾道というのはですね、まあ瀬戸内海に面した山陽地方にある、大体人口14万人ぐらいの町ですね。地形的にはですね、まあ、あの陸からですね、山がもう本当に瀬戸内海に落ち込むその、ちょうどあの場所にあってですね、まあ、平地はまあ猫の額のように、狭くてですね、まあ、その沖合にはですね、まあ、因島とかですね、向島とか大三島とかいろいろな、まあ、あの島が連なって多島海になって、まあ、それがずっと四国まで続いているというですね、そういう自然景観のある場所です。で、あの歴史はとても古くても中世の時代からあの商業の中心地として、栄えておりますと。で、あの村上水軍の、まあ、根拠地の一つでも、ありましてですね、はい。で、まあ、あの、まあ、今あの辺の中心都市というのはその隣の福山市になるんですけれども、まあ、歴史はもうあの尾道の方が古くてですね、まあ、昔からまあ栄えた痕跡として、まあ本当に都銀から地銀からですね、新金からいろんなあのまあ銀行があったりですね、はい、あの立派な建物が残ってたりと、はい、で、まあ一番有名な建物というと、おそらく尾道のあの山の上にある千光寺というですね、あの瀬戸内海を一望できるあのお寺ですかね。はい。だと思います。で、あの尾道はですね、やっぱり山と海と坂と、歴史旧跡とかですね。はい。まあ、船とかですね。まあ、本当に、まあ、どこを切り取ってもですね、非常に特徴的な、まあ、箱庭みたいな景色が楽しめる街でですね、まあ、古くはというか、まあ、昭和初期かな、はい、林芙美子さんの小説とかですね、まあ、あるいは大林信彦さんのですね、まあ、時をかける少女って、まあ、映画があのかなり流行りましたけど、あれも全て尾道を、まあ、舞台にしたもので、まあ、それで、まあ、特に女子旅とかですね、その辺で人気がある、まあ、観光地となっておりますと。はい。で、あの尾道の、まあ、主要産業は、まあ、戦後でいうとやっぱり造船業だったんですけど、ちょっと造船というのが寂れてきましてですね、まあ、隣の福山市の方にやっぱり仕事も移っていったということもあって、まあ、尾道市の人口は、まあ、今でも減り続けておりますと。はい。で、その尾道でやっぱり最近やっぱり僕こうしているのが観光業ですね。まあ、あの特に尾道というのはその島並海道っていうですね、まあ、本州から四国まで島伝いに60キロぐらい行く自動車道がそのままサイクリングコースとしてですね、おそらく日本で一番メジャーなサイクリングコースの起点になっている場所でですね、あの台湾のジャイアント社という世界最大の自転車メーカーも尾道に U2 というですね、大きなあの宿泊兼ですね、レンタサイクル施設、複合施設を作って、まあ、投資をしているということもあって、まあ、今時点で言うとやっぱり日本のサイクリング文化の基地ということでですね、なっておりますと。はい。で、まあ、そういう意味で観光、特にインバウンドも含めて盛り上がってきてですね、まあ、尾道のまあ街を歩くと、やっぱりその今衰退している部分と、今発展しつつある部分と両方、混在していて、まあ、非常に面白い、場所ですね。はい。で、私自身はですね、まあ、中学、高校、大学とずっとサイクリングが大好きでですね、まあ、ほぼ日本一周もしてますし、まあ、休みになれば北
海道一周に行く、東北一周に行くとかで、そんな、暮らしを送っていたもんで、まあ、今でもサイクリング大好きなので、尾道という場所はですね、もう本当にサイクリング魂の、まあ、原点なのでですね、私もぜひこの街で自分の宿をサイクリングをテーマとした宿をずっと作りたいと思ってですね、2017年ぐらいからずっと思い続けてきたんですけど、まあ、それがようやく実現するですね、はい、まあ、段になって、まあ、とても嬉しいですと。はい、でこの尾道での、まあ、不動産投資のですね、まあ、ポイントですけれども、まあ、尾道って非常に地形的には制約のある場所でですね、まあ、ぶっちゃけ言うとほとんどが山、ほとんどが坂なんです。平地は基本的に2つしかない。まず1つが尾道駅周辺の、まあ、栗原地区という場所ですね。私もそこで、尾道駅5分というの、まあ、平地で、まあ、不動産買わせていただいたんですけど、まあ、その辺は、まあ、観光地でもあり、まあ、もともとの市の中心ですというところです。で、もう一つの平地は隣の駅の東尾道駅っていうですね、あの辺になります。あの辺は、まあ、車で生活するのに便利な施設もたくさん揃っていて、新興住宅地としてなって、まあ、発展していますと。で、まあ、それ以外は基本山と坂なのでですね、はい、まあ、なかなか不動産投資としてはですね、やっぱ傾斜地になればなるほど、まあ、いろいろコストもかかってですね、まあ、難しい、まあ、面もあるかなと思って、私は平地を買わせていただきました。で、平地は厳しい、乏しいし、希少価値なので、正直言うと平地の、土地価格はまあまあ高いです。尾道駅近くの平地だと大体坪単価35万円ぐらいするので、これは県庁所在地の広島市との中心地とそんなに変わらないような、はい、まあ、価格水準になっていて、で、まあ、尾道、現地の方もですね、やっぱりほとんどの方が傾斜地に住んでますが、から、まあ、できれば、生活が楽な平地に住みたいという方はもう常にいて、はい。まあ、需要は常にあるので、不動産の、まあ、土地の価値というのは下がらないだろうなというふうには、感じておりますと。ただ、なかなかうまくいかないもんでですね、やっぱり、傾斜地にあるお家というのはどんどん、まあ、皆さん、高齢化して空き家になったり、はい、減築したりですね、まあ、そういう動きがメインなんですけれども、まあ、その山から降りてきて平地に住むような方のために、まあ、まあ、中古住宅とか新築住宅とか、まあ、出ればいいんですけど、なかなか出ないんですね。平地のに住んでる、土地オーナーさんってなかなかその、お金にも困ってないし、土地、家を売るということになかなかならなくて、はい。なので、平地、尾道の平地、特に駅の近くで、はい、土地が出る、あるいは古屋付きのうちが土地が出るって非常に、珍しいし、はい。それはすごくチャンスだなというふうに思っておりまして、はい。私も、まあ、そういう場所で、まあ、不動産、はい、土地価値がちゃんとしたところで、まあ、不動産持ちたいなというのが私の、考えているところです。はい、でこれから、まあ、尾道自体ですね、はい、まあ、既存の産業が衰退する中でどれだけ観光を中心に、その街づくりしていくかっていうところがですね、はい、鍵になってきますし、まあ、これからインバウンドも含めて非常に楽しみで可能性に満ちた、街だと思ってますと。はい、これから、大いに注目をしていきましょうと。で、最後になりますけど、私が、今手掛けている尾道の古民家再生ゲストハウスは9月の、オープン予定になりますので、皆さんぜひ遊びに来て、まあ、自転車でも借りて、まあ、瀬戸内海越えて四国まで頑張って行ってきてください。はい、皆さんお待ちしております。それではどうも失礼いたします。チャンネル登録の方もお願いします。では、さようなら。